同じ味をずっと続けてやっていけたらなと。焼き方とかっていうのは常に勉強になってますね、はい、高温の鉄板で焼くんで、この鉄板なかなか冷めないですから、焦げるまではいかないですけども、表面をすごいカリカリに仕上げて、最初口に入れた時に、まあ、カリッとした感触で、その後からお肉の味が口の中で広がる。オリーブ牛を使ったハンバーグ定食になりますね。120g のハンバーグです。皆さんどうしても舌超えてますから、それに負けないように、色々ありますけど、お互いに楽しくやってます、はい。